スタートしました。ほぼ揃いました。第10レース、JRA 認定競争手塩杯、社大スタリオンステーション協賛のファルムラブ賞第14回ジュニアグランプリです。先行争いですが、4番の竜の神風上がっていきました、マンセイグレネードオールマイウェイです。その後ろ、セラミックガールつけました。中段1にメロディアスサマーフェニックスベーラ、その内打ちを進んで博多ドンタク第1コーナーに入っていきます。後方勢は3頭固まりまして、マルケイボス、インター、シンガリカルは竜のユニバースで、すでに1200は切って2コーナーカーブへ。先頭から最後方は14馬身です。前2頭並んで、マンセイグレネード、4番竜の神風向こう正面です。3馬身ほど切れまして1000メーター通過、オールマイウェイ3番手、内2番のセラミックガール、さらに3馬身切れて、サマーフェニックス内、外メロディアス、博多ドンタクがその後ろ、さらにはブエラです。内内を進んで、マルケイボス、外にはインターです。ゴールまで800を通過、大きく遅れて竜のユニバースです。さあ、向こう正面、3コーナー手前です。よどみのない流れでマンセイグレネードリード1馬身、2番手4番竜の神風第3コーナー600の標識を通過、オールマイウェイが3番手、宇宙筒を積んでセラミックガールメロディアス、あるいは6番の博多ドンタク、外からブエラです。3、4コーナー中間地点、マンセイグレネード先頭、2番手オールマイウェイで400の標識を通過、2番のセラミックガールが3番手、外に博多ドンタク、あるいはメロディアス、4コーナーから直線コースへ向いて、さあマンセイグレネード、マンセイグレネード、オールマイウェイ、内からセラミックガール、内からセラミックガール、外からメロディアス、200を切りました。さあ先頭マンセイグレネード、内から抜けたセラミックガール先頭だ、セラミックガール、メロディアス懸命に外から博多ドンタク、先頭はセラミックガールだ、セラミックガールゴール。しかしこの競争審議、この競争は審議、上田健人やったか、セラミックガール